そう、筒香嘉智、日本球界には絶対戻らない。ジョエル・ウルフ代理人が7日、日本時間8日、米アリゾナ州スコッツデイルで始まった GM 会議で取材に応じ、筒香嘉智内野手について、NPB には復帰しない。ここ、米国でプレーして、それは確かなことだと断言した。筒香は今年1月にレンジャーズとマイナー契約を結んで開幕を迎えたが、メジャー昇格ならず、6月に退団を決断し、7月は無所属で過ごした。8月1日、同2日にアトランティックリーグのスタテンアイランド入りし、8月22日、同23日にジャイアンツとマイナー契約を結んだ。マイナーでは 2A と 3A 合わせて68試合に出場し、打率260、10本塁打、OPS、858だったが、4年目で初めてメジャーでの出場なしに終わった。あかんわ。マイナーじゃ年金もらえんやろに。衰えた頃に戻ってくるんだろうな。引退しても日本帰ってこなさそう。投手なら出番もらえる可能性ありそうだけど、野手は無理でしょ。金目当てに帰国する理由とは信念が違うな。ほんまにメジャーキャンプに招待してもらえるんか？ええやんええやん、たった一度の野球人生なんやからとことんやればええんや。本人が意思を貫こうとしてるからな、もうそっとしておこう。少なくともたった一年で逃げ帰った有原より信念があっていいじゃん。正直、今帰ってきても肩強くないノイジーみたいな感じになるだけやし、帰ってこなくて正解じゃね？日本でも打てない姿見せるよりはメジャーに挑戦し続けたことにした方がいい、っていうイメージ戦略やろ。皆さんは、筒香選手の現状どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。